日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。今日は僕の今までの勉強について、僕の今までの外国語の勉強について話します。はい、皆さんおはようございます。日本語コンテッペイの時間ですね。元気ですか？僕は今日も元気ですよ。前回と前々回、前の回と前の前の回、ね、エピソードの時に僕の子供の話をしました。僕の子供は、スペイン語と日本語と英語を勉強してます。今日は僕の話です。僕がどうやって言語を勉強したか、それについて話します。僕は子供の時は外国語を勉強してません。僕が英語の勉強を始めたのはとても遅いです。13歳の時、中学生になって初めて英語の勉強を始めました。それは中学校で1週間に2回ぐらいかな。僕は英語が全然好きじゃなかったです。全然好きじゃなかった。先生が嫌いでした、はい、全然好きじゃなかった。すごく嫌でしたね。英語がすごく嫌だった。宿題がたくさんあった。テストが難しかった。そして、中学校、高校、英語が全然好きじゃないです。大学に入って、とてもいい先生に出会いました。日本人の先生、太田先生。とてもいい先生でした。僕は英語が少しずつ好きになりました。大学生の時に僕は旅行に行きました。タイとカンボジア。カンボジアとベトナム。タイとカンボジアとベトナムを1ヶ月ぐらい旅行しました。アメリカ人の友達と一緒に行きました。彼は交換留学生でした。エクスチェンジスチューデントですね。彼は交換留学生で僕の大学で勉強してました。友達と一緒に東南アジアに行きました。東南アジア、タイ、ベトナム、カンボジア。そこでいろいろな国の人に会いました。そして僕は悔しかった。すごくフラストレーションを感じました。悔しかった。僕は英語が話せない。日本に戻ってきて英語の勉強を始めました。もっともっと英語を話せるようになりたいと思いました。続きはまた明日。それではチャオチャオ、アスタレゴ。またね、またね、またね。